高浜町スポーツ少年団の冬季交流大会が開かれ、参加した子どもたちが体力テストで日頃の活動の成果を発揮しました。高浜町立中央体育館で開かれた大会には、町内のスポーツ少年団に所属する10団体136人が参加。開会式では高浜町スポーツ少年団指導者協議会の山本富夫会長が挨拶しました。振りは全部いいと思います。一瞬の瞬間のそういった自分の出せる力を今日は高くので、決してもう振りをせずにやれる前にもやっていただいてますというふうに思います。続いて表彰式が行われ、福井県スポーツ少年団から永年指導者表彰として、和田バドミントンの松宮美希夫さんが、10年継続指導として和田クラブの中山雄介さんと、高浜ラグビーの古川智和さん、上山浩二さんが表彰されました。おめでとうございます。おめでとうございます。また活動の模範となるような優秀な団体に贈られる優秀単位代表賞がエンジェルスタースポーツ少年団に贈られました。開会式の後、体力テストが始まり、各団体ごとに2人1組になった団員たちは、上体起こしや時間往復走、5分間走など5種目をこなしていきました。手を離さない。上体起こしが去年よりもちょっと増えたので良かったです。全部頑張りました。悔しかったのが、友達にちょっと記録抜かされてた。上体起こし30回以上超えたい。5分間走できつかったけど頑張れた。もっと5分間走を上がるように頑張りたいです。この大会は、子どもたちの体力や運動能力の特性を把握し、今後の活動につなげようと、高浜町スポーツ少年団指導者協議会が毎年開催しています。子どもたちは、仲間と声を掛け合いながら、自己ベストを目指し、心地よい汗を流していました。